はい、間違えしました。タチオパーキングのアバリバトルです。よろしくお願いします。まあ最近はあれですね、結構早く起きて朝っぱらからゲームすることが多いんですけど、なんか睡眠時間が少ないんですよ。1日4時間とか結構少ないと思ってる。他の人と比べるとね、まあ、自分の中ではまあこれが標準なんですけど、そう、なんか忙しいとかそういう理由で寝る時間が少ないんじゃなくて、ただなんか目が覚めちゃうんだよね、本当に。寝たいのに、気持ちは。昔は寝るのが好きだった。コアラみたいに寝てた。一日を寝て過ごしてたのに。ゲームする機会のかもしれない。結構塗ったけど、ピンクアーマーのアシストが入らなかったな。アドマーイン。戦い行くか。でうちチャージャー2人なのか。これはあれだぞ。かぶる。位置がかぶる。いや、どうしよう、タッチオパーキング。このステージだけは、どうしようかわからないからな。いや、これ攻めるか。味方が行っている。俺も行かなくちゃ。待ってて。あー、ドンマイ。くそ。くそ、抜けない。倒せなかった。はい、戻って、この侵入を阻止する。いやー、当たんなかった。あそこ危ない、死んじゃうぞ。やばいぞ。わ、ナイスだぞ。いいね。ナイスだ。これ登られなかった。登山されなかった。よかったよかった。登山されたらもう止めるのが仕事みたいになっちゃうから。いやー、ちょっと武器のね、射程も、このステージだったらスプラチャージャーの方が良かったかもしれない。まだスクイックリーの距離感がね、つかめてなくて、どこからどこまで届くのかとかもわからんし、ただ、チャージが早いから撃ちまくれるっていう、そんだけの思考でやっている。え、これ詰めてきてる。危ねえ、危ねえ。なんか倒した。たまたまです。たまたま、だ、やべ、死ぬ。助けて。味方戦いに行ったか、これ。一緒に行ってあげよう。あ、登られてる。ここで。これ、イキリチャージャーするわ。このレール使って。イキリチャージャー。あ、外した。待て、なんか下にいる。下に。あそう。もうだから、イキリチャージャーなんてしなきゃよかった。あれはよ、あんで格好をよく倒しても、所詮1キルだしな。まあ、かっこいいけど。あんなんするんじゃなかったっていう。もうピンチついてるな。おい、追ってるぞ、味方。来てるぞ。あ、なんか戻ってきた。戻ってきた。怖かった。ナイス、勝った。いや、ちょっと恥ずかしいわ、さっきの。レール使って倒せなかった。むしろやられてしまうっていう。ありがとうございました。いいね。腹減ったわ。お、回線落ちてる。あ、でも最後までいてよな。回線落としたな。はい、マッチングしました。アロワナモールです。よろしくお願いします。今のステージだったらさ、タチウオとアロワナなんですけど、チャージャー湧きますよね、絶対に。いっぱいいるよ。嫌なんです。なんか全員被ったぞ、同じ。あ、なんかナイスしてる。行く場所みんな被りました、今。左から。左のものが多かったな。みんな左利きなのかな？関係ないか。全然来てないじゃん。インカム無駄だった。来てますね。うえチャージが早いってだけで俺は満足できるぞ。スクイクリ。ジェットパックいる。戻ってくる。うわ、着地術。着地術はずるいよ。あ、ここ危ない。ナイス。半茶だったわ。来てるか。警戒してますね。私のこと警戒しております。ちょっとボムがやらしいです。あ、後ろ抜け、しょうがない。あれ、味方に任そう。
来んな。そう、なんかずっと左にボム投げてくんだけど。うい、インカバついてるぞ。インカバついてるぞ。いいのか、いいのか。オッケー。危ねえ。てか左来た。まだボム投げてる。うおほほほほほほ。警戒いろんなとこからされてるわ。ずっと降りてきません。彼ボムばっか投げて降りてきません。あ、あー上がってくる。まだ全然当たんない。助けて。絶対降りてくる。キルした、キルしたぞ今一人。え、なんかジグが汚くなってる。大変なことになってる。うん、右側絶対いるよこれ。あ、ナイスナイス。もう全然いないじゃん。ビッターが見てくれたな。怖え。チャージャー怖えな。うえ。あ、やった気持ちいい。二人?二枚抜き?なんていうの?気持ちいい。いや、これ勝つためには。勝つためにはちょっと前を塗らなきゃ。味方行ってくれたな。で、ちょっと攻めてくるのを守ってよ。ナイスナイス。あ、これいける。あんだけ攻めてくれたらいけるぞ。あ、中見てる。あ、なんか頭出てた。届くのか。ね、こっちの攻撃届かない気がするのに、あっちの攻撃は届く気がする。スクイックにね、なんかよくわからない。うわ、ギリギリだった。ありがとうございました。超ギリギリ。いや、音がいいんだよな、チャージャーは。あー、立ち起きてしまったよ。まあ、でも今回の、アロワノモールと立ち寄パーキングさ、個人的に好きじゃないんですよ。あまり好きじゃないの。あまり好きじゃないってむしろ嫌いじゃん。むしろ嫌いじゃん。昔好きの反対は無関心みたいなこと聞いたけど。俺は好きの反対嫌いです。普通に嫌いです、このステージ。でもまあ知っててやってますからね。今回アロワナと立ち寄。不行だな。この時間帯にやったのが、不行や。でもね、海外の人はね、立ち寄パーキングが好きな人が多いらしくて。なんかフェスのステージにもなってたんだよ。なんかのステージにもなってたんだよ。本当に人気らしくて。今、早朝じゃん。早朝じゃん、でも。時間変えとこうか?今ね、6時。6時ぐらい。6時ぐらい。起きた時間と逆算してみれば6時ぐらいなんですけど、OK。うわ、めっちゃ綺麗に塗ったぞ。もうみんな登ってくるんですけど、OK。登山が好きな、あ、待って、後ろ。ははは。ははは。左、右からこう登ってきた。ガバガバすぎる。なんでこんな抜けるのって感じ。あれ?おかしいな。もうこんなとこもできてるよ。これは海外に人気ですわ。ちょっと、ちょっと帰って。あ、帰って帰って帰って。もうやだ。どこ行っても、どこ行っても、どこ行ってもいる。もう、やめてよ。やられたじゃないのよ。こんなに、俺が綺麗に塗ったのに最初ちゃんと。また塗り直しや。クリティが塗ってこう。時間はたくさんある。ビーコンもいっぱいあるよ。絶対いるよ。ビーコンが多いもん。ほとか。ほら出てきた。ほら出てきた。虫みたいだな、ほんとに。湧いて出てきたな。これなんでこんな抜けてるんや。ビーコンか?あ、こっちでまだあるな。来てますー。ビーコンだけでも壊しておきますー。ちょっと、やばいって、後ろも。やばいって、やばいって、これ。あー、か
かわいそう。俺かわいそう。みんなあっち行っちゃった。一人で。一人で何やってんだ俺。ねえ、ちょっと、ちょっとマジで。マジで来ないで。もう一人ぼっち。一人ぼっちだった。虚しい。うん、味方が青くん寝てくれたよ。よかったよかった。もう三人ぐらいだぞ、最後。下に、俺の真下にいっぱい。うじゃ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 。ありがとうございました。みんな塗ってばっかじゃないか。